この世になくてはならないものは？みんな必要よ。近寄れば悲しく、離れれば楽しく見えてくるのよ。それは人生、私の人生、憧れのものでもない。はてらてらって前を向いてる、この人生は夢だらけ。人生は夢だらけ、かんぽ生命。それは人生、私の人生、ああ誰のものでもない。はてらて笑って前を向いてる、この人生は夢だらけ、かんぽ生命。人生は素晴らしい、この世は悪くない。焦らず笑って前向いて、この人生は夢だらけ、かんぽ生命。この世になくてはならないものは？みんな必要よ。近寄れば悲しく、離れれば楽しく見えてくるのよ。それは人生、私の人生、ああ誰のものでもない。はてらて笑って前を向いてる、この人生は夢だらけ。人生は夢だらけ、かんぽ生命。改めてご紹介をさせていただきます。かんぽ生命の新企業 CM にご出演いただきました高畑美月さんです。まずは皆様にご挨拶をお願いいたします。皆さん今日はお越しいただきましてありがとうございます。かんぽ生命の新企業 CM に出演させていただきました高畑美月です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう早速新企業 CM のそのイメージそのままにこうミュージカル仕立てでご登場いただきましたもうすごいフラッシュがたかれていて、はい、なかなかちょっとねあのお客様が見えないほどのフラッシュでお迎えいただいているわけなんですけれども、今日いろいろとお話を聞かせていただきます。お願いします。よろしくお願いします。さあ先ほど石井社長からもお話があったんですが、今年は簡易生命保険誕生100周年ということなんですが、そんな記念すべき年の新 CM にご出演されました。今のお気持ち聞かせてください。そうですね、こんな100周年の記念すべき時にあの CM キャラクターになれたことがすごく嬉しいのと、あと私ずっとかんぽ生命さんの CM 大好きで、世界観が大好きで、あのすごい YouTube とかで見ててテレビでも見て YouTube とかでも見て、結構ずっと何度も見ていた CM だったので、決まった時は結構嬉しかったです。はい。わあ、じゃあもう自分で実際にこうテレビを見ながら、この CM に出れたらななんて思いながら見ていたぐらい。そう、でも、もう想像もしてなくて、もう単純にすごくあの流れてると見ちゃう CM だったので、世界観、なんだろう、色合いとか、人生は夢だらけってフレーズもなので、あのファンでした。嬉しいですね、はい、今もうその世界観にどっぷり高畑美月さんがいらっしゃるわけなんですけれども、今皆様にもその CM ご覧いただきました。ミュージカル仕立てとなっているんですが、こうどのような思いが込められた CM なんでしょうか。そうですね、まあ、ミュージカルの世界で、まあ、ファンタジーの世界とあと現実の バージョンのところをこうどんどん交互に行き来しながらの撮影だったんですけど、あのそういう夢の中で人生が、夢を持って人生が輝いていくっていう、なんだろう、なんかそうですね、パワーのある夢を持つことで人生が輝いていくというメッセージが込められた CM になってます。はい、あのもう本当見ていてこうワクワクするというか、なんだかこう自分も前向きにこう生きていこうってこう思えるような、そんな CM に仕上がっていたかと思うんですが、撮影現場の雰囲気いかがだったんでしょう。雰囲気はそうですね、あの本当にこのセットが作られ
ていて現場に、はい、行くと階段の上にドーンってあって、あの私はもともとミュージカル出身で、ああいうキラキラしたステージとかもう見てるだけで心が躍る、血が多分流れてて、なのでもうずっと見てました。写真とかすごい、セットの写真すごい撮りました。いやもうお気に入りというのが伝わってくるんですけれども、今ちょうどね皆様にはそのメイキングの映像もご覧いただいてますが、本当にセットをこうたくさんの電飾もいっぱいついていて、こう本当に女性としてもウキウキするようなそんなセットですよね。そうですね、もう見てるだけで幸せで、うん、入っちゃうと、中に入っちゃうと見れないので外から、だから出来上がりちゃんと見たの多分さっきなんですけど、ときめきました。